皆さんごきげんよう、ホック TV のホックでございます。今日もシャドーイングの練習をやっていきます。シャドーイングで得られる効果は3つ、正確な発音、正確な日本語、反応の速さです。シャドーイングのやり方については以前に何度も説明していますので、まだ過去のビデオを見たことがない人はぜひそちらを先に見てみてください。過去の動画はね、動画の説明欄に貼っておきますので確認お願いいたします。それでは今日も頑張って日本語を勉強していきましょう。ホック TV スタートです。本日は忙しいところありがとうございます。本日は忙しいところありがとうございます。明日の3時にそちらに伺います。明日の3時にそちらに伺います。会議の前日に準備をする。誕生日の翌日に韓国に出張した。私の誕生日はしあさってだ。おととい、高校のクラス会があった。昨日はいろいろとお世話になりました。昨年の5月に日本に参りました。先日はどうもありがとうございます。こちらこそどうも。先日はどうもありがとうございます。こちらこそどうも。再来週は仕事が忙しくなりそうだ。先々週の試験が今日やっと帰ってきた。
先々週の試験が今日やっと帰ってきた。上旬、来月の上旬、タイに旅行に行きます。来月の上旬、タイに旅行に行きます。中旬、今月の中旬までにレポートを出してください。今月の中旬までにレポートを出してください。下旬、毎月下旬になると給料が楽しみだ。毎月下旬になると給料が楽しみだ。深夜、深夜になると大きな声が聞こえる。深夜になると大きな声が聞こえる。未来、子供たちの明るい未来を考えよう。子供たちの明るい未来を考えよう。数日、土曜日から数日は天気が悪いそうだ。土曜日から数日は天気が悪いそうだ。以降、大地震以降、水を買っておくようになった。大地震以降、水を買っておくようになった。はい、皆さんお疲れ様でした。今日のシャドーイング練習どうだったでしょうか。こんな感じでホック TV ではみんなが日本語を勉強するときに役立つビデオや日本の文化の紹介ビデオなんかも作っていますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。合わせて高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、バイバイ、またね。